スペイドはトヨタ自動車が生産、販売していた4ドアトールワゴンである。生産はトヨタ自動車東日本東富士工場が担当していた。2011年10月に販売終了した2代目ラウムの実質的な後継車種で2012年7月23日にフルモデルチェンジした2代目ポルテと同時に発表、発売された新型車でもあり、ポルテとは 姉妹車の関係になる。また、取扱いチャンネルにおいても、ポルテを取り扱わないカローラ店と、仙代車種のラウムを取り扱っている、ネッツ店にて販売され、実質的な全店平売車種となる。カローラ店扱いの車両は、形式の末尾に、が入る。全車、開口幅千二十ミリメートル開口口位置、リメートルのワイヤレス電動スライドドアを助手席側に、 標準装備。300mm を誇る低いフロア地上高と段差のないフラットフロアを採用することで優れた乗降性を実現。また 2160mm の室内長と 1380mm の室内高を誇る室内空間に加え、前後に 700mm スライドする助手席シートやチップアップ機構が付いた6、4分割可工式。 リアシートなどにより多彩なシートアレンジを可能としている。パワーユニットには1.3リットルの 1NR-FE 型と1.5リットルの 1NZ-FE 型エンジンを採用。いずれにもスーパー CVTI と組み合わせた。アイドリングストップ機能を 1.3X に標準装備1.5リットルに WD 車にオプション設定し1.5リットルに WD の アイドリングストップ機能負車は JC08 モードで 20.6kmL の低燃費を実現している。2015年7月の一部改良で 2WD 車が 2NR フック型に置換し、メーカーオプション設定だったアイドリングストップ機能を標準装備化したことで JC08 モード燃費が 22.2kmL に向上した。グレード体系。 装備は基本的に2代目ポルテとほぼ同一だが外観は水平基調で張り出したフロントランプやバンパーコーナーによって静感でクールな印象としたフロントデザインとなりリアコンビランプはクリアレンズを採用した水平基調のデザインとなっているまたボディカラーは8色が設定されるがこのうちの6色は2代目ポルテと共通のボディカラーとなっておりスペード専用色として ダークバイオレットマイカメタリックと新色のシトラスマイカメタリックが設定される。なお、リアコンビネーションレンズ中央部分とヘッドランプレンズ部分には社名を意味する形状のマークがレンズ内にデザインされている。トランプのスペードとスペースとワイドを組み合わせた造語。トランプのスペードが持つクールなイメージも付与している。東京地区ではトヨタ東京カローラと ネッツトヨタ東京が合併により、トヨタモビリティ東京へ移行となったことで、旧東京トヨタ店舗と、旧東京トヨペット店舗でも取り扱われるようになった。なお、従前から、スペイドが取り扱われているトヨタ西東京カローラ、ネッツトヨタ等とネッツトヨタタマでは、同時期より、姉妹車種のポルテの取り扱いが開始され、トヨタモビリティ東京同様に、スペイドとの併売となった。 ありがとうございます。